真鍮とは、注釈の中で古中と比べて、時代内史内容が、より新しく研究史上で活気となる、特定の注釈書、内史はそれ以降の一群の書物のこと。注釈する分野によって、どのような範囲のものを、真鍮と呼ぶのかは、専門分野の研究者の間で、共通理解のための用語として決まっている場合もある。中国の古典籍、漢籍と同様に、 日本の代表的な古典作品では、伊勢物語、古今和歌集、源氏物語などで、専門分野の研究者が、古中と称する一群の書籍群があり、研究史上で活気となる、特定の注釈書以降の一群の書籍群を、真鍮と呼んで対比する。四書における、真鍮は、総学の受学者主記が、哲学的立場から施した、式中を指す。 主に関代から東大にかけて、慶書の訓子を中心とした注釈は、古注としてこれと対比される。源氏物語の注釈において、新注とは、旧注よりも新しい国学の影響のもとに書かれた注釈であって、明治時代以降の近代的な西洋の学問を取り入れた注釈書以前のものを言い、時代的には、江戸時代中期から江戸時代末までのものを指す。 真中の特徴真中に含まれる注釈書一般的には以下のような注釈書が真中に含まれるとされている。ありがとうございます。